ブレイキングダウン12バキ企画出演の生田裕樹の正体が判明し話題になっています。バキ企画はブレイキングダウン12始動の全国の猛者を発掘するという推薦企画ですが、そこに登場した2人のうち圧倒的存在感を放っていたのが生田氏でした。クローズのリンダマンを思わせるような風貌に対し、ネット民からは九州の生田さん迫力ありすぎて画面越しでも圧ありますね、生田裕樹の圧倒的強者感がやばいな、など期待の声が寄せられました。番組では生田氏について普段は表に出る人じゃないなどと語られていましたが、実は相当な格闘技歴があるようで、今年3月には自身の YouTube で幼稚園年中から高校3年生まで14年間柔道をやってる、段位は2段、そこから地下格闘技に行って50戦以上して50勝以上してると語りました。さらに調べてみると、朝倉兄弟がアウトサイダーに初登場した2013年には生田氏も同大会に出演していたようで、その時のインタビューでは、昔はすぐにお金を差し出すようなタイプでしたよ、人間 ATM です、アウトサイダーの選手は昔にやんちゃしている感じですが、自分はやんちゃデビューが25歳の今ですなどと真面目キャラだった過去も語りました。彼に関してはネット上にも数々の情報があり、それらをまとめてみると、学生時代に柔道福岡大会3位、アウトサイダーを含む総合格闘技大会で11戦8勝4敗、地下格闘技50戦以上で50勝以上といったところです。ちなみにアウトサイダーでは敗戦しています。戦歴からして路上の伝説というよりはもはやプロ格闘家ですが、強者であることは間違いないので、本大会が楽しみですね。雰囲気も素晴らしいので新たなスター誕生の予感もします。それでは次の動画でお会いしましょう。